はいです、今回なんですけれども、今回は、最後の、使ってきた選手たちの評価、アタッカーフォワード編、やっていきたいと思います。はい、まあ、今までね、使用してきた中での、評価なんですけれども、まあ、最後の、最後の編、ということで、まあ人気選手もね多いこのポジションなので、ちょっとエース誰にしようか迷ってる方とかはね、ぜひ参考にしていただければと思うので、早速本題の方に行きましょう。どうぞ。で次、ジュノラ、強いです。はい、ジュノラはもう勝って損はしない。絶対初めて使う人とかはジュノラ強いってなる選手かなと思います。うん、マジで勝って損はないと思う。今作からね、利き足が、去年で、初登場して、左利きで登場したんですけど、まあ、今作は利き足が右利きに、なってて、左利き苦手だよっていう方も結構ね、いらっしゃると思うんで、右利きになったんで、今年はしかも左利きでね、エラシコとか、逆エラとか、左利き特有というか、左利きは左でそういうスキルムーブやるようになったんで、そこは問題なく右利きに変更されてるんで、違和感なく使用できると思いますし、まあ、スキル5、逆足5で、まあ、安い R9 みたいな感じですね。はい。まあ、買って損はないかなと。今若干ね、値段上がってきてて200万ぐらいまでするんですけど、まあ、ただ費用対効果あるかと言われたら全然あります。はい。そんな選手ですね。はい。買って損はないと思います。じゃあ次。クライフ。クライフはね、過去一感動しました、正直。うん。自分の配信見てくださってた方はわかると思うんですけど、まあ、クライフをね、先週のウィークエンドリーグ、チャンピオンズファイナルで、購入して使ったんですけど、まあ、今成績がエリートディビジョン、もう、多分20試合ぐらいやったんかな ?10 試合、20試合ぐらいやってるんですけど、それでこの成績ですね。はい。バケモン。マジで強い。本当に過去一っていう理由は、自分その FIFA20 までで一旦クライフ使ってたんですけど、FIFA20 以降は使う機会がなくて、なかなか使ってなかったんですよね。で、去年一昨年がどうかわかんないんですけど、その FIFA20 までで言うなら、間違いなく過去一強いカードかなと。FIFA19 の時にも使ってたことありますし、FIFA20 でも使ってましたし、ただね、FIFA19 が初めて登場したのかな、クライフ。だから FIFA19 の時ほどの感動は FIFA20 の時はなかったんですよ。ただ今作のクライフマジでなんかその特有のモーションがすごいもろになんかこう使ってて感じる。特有のクライフ特有のすべてのプレーがエレガント、足速い、爆発的なのにめちゃくちゃ足速い、シュートめちゃくちゃうまい、パスもめちゃくちゃうまい、トラップがうまい、ワンタッチでもう相手との距離もう差開いてそのまま独走してシュートみたいなシーンめっちゃありますし、あとアウトカーブ異次元に入ります、ペナ外からの。はい、まあ、もともとね、特性でアウトカーブついてるんですけど、うん、リーダーシップもついてるし。まあ、うまいっすね。あと、ループが、チップシュートの特性ついてるんで、ループが体感めちゃくちゃ、うまく感じますね。はい。あと、コントロールシュートもバケモン入ります。高精度シュート。まあ、俗に今週。マジで入ります。もう、今週よし、アウトカーブよし、足速い、普通のシュート1対1うまい、パスうまい、で、ドリブルは貫通めっちゃする。で、キープ強い、体強いで、言うことマジでなくて、超満足してます。久々にこんな感動する選手出会えたなっていう。まあ何回も今まで使ってるんでね、お馴染みの選手になってきつつあるんですけど、うわ、なんか久々に選手使って感動したなってレベルで感動しました。はい。自分その、大会とかオフラインまで、その世界大会まで行ってオフラインでの大会とかで、その大会で使用するときは全選手使えるモード、ゲームとかが配布されて、そのゲームで、別のゲームでやらなきゃいけないんですよ、大会とかって。だから、そのモーメント R9 とか普段使わない選手、もうゴリッゴリに使いまくって、去年で言うならシェイプロナーとか、もうゴリッゴリに使いまくってやってたんですけど、感動はしなかったんです、やっぱりね。まあ、こんなもんだろうなっていう、あらかた予想してたんで。もうそれをはるかに超える感動。マジでクライフはね、まあ、アップデーが来てね、こう選手の強さとかも変わってくるゲームなんで、一概には言えないんですけど、まあ、現環境はマジでめっちゃおすすめ。コインある人はぜひ使ってみてほしい。うん。マジで感動します。はい。今4231のね、トップ下で使ってるんですけど、まあ、ST もできますし、422の ST でも使いましたし、マジでおすすめです。はい。クライフです。はい。で、まあ、じゃあ上から行くか。はい。ジダンに関してなんですけど、マジで安い、ちょっと足遅い R9 です。はい。全然満足でした。なんで売ったかって言われたら、簡単な試したかったんで売ったんですけど、ジダンは全然満足です。ST 起用してました、自分。ペースは82の速さじゃない、間違いなく。長いです。
フォークで長くなります、時短。あ、違う、もう元から長いんか、これ。アップデー後は元から長くなるんで、ハンターで、いいです。はい。STQおすすめです。で、CM とかね、ボランチでも全然強いと思いますし、まあ、どこでもこなせる万能選手かなと。自分はちょっと、R9 買いたかったんで、まあ、R9 に似てるし、長い環境なら安い R9 じゃねと思って使ってたんですけど、めちゃくちゃ満足でしたね。シュートはとにかくうまい。うん。シュートはめっちゃうまいし、まあ足の速さもそんな気にならないし、ただ若干、ほんとそのデカさから来るドリブルの重さ、キュンキュンタイプではないんで、まあそこはありますけど、ただスキルムーブ使ってあげた、ドリブルだったりとか、まあ単純な縦への推進力だったりとか全然ありますし、あとコントロールシュート、アウトカーブめちゃくちゃ入りますね。はい。おすすめ。まあ今価格300万ちょいぐらいかな、するとは思うんですけど、費用対効果は全然あると思います。SDQ でも問題なし。ただ、ジダン買うなら一旦ジノラでいいかなとは思いますね。300万持ってジダンに300万使うか、ジノラに200万使って残り100万どうするかみたいな悩みがあるなら、ジノラでもいいかなっていう、SDQ をするならね、とは思いますね。ただ、ジダンはその、試合中にフォーメーションとか変更させても CM に下ろしたりとかもできるんで、まあ、使い勝手はめちゃめちゃいいかな。そういう面ではアド取れますね。はい。まあ、そんな感じ、ジダンは。全然おすすめです、個人的には。はい。で、次、カントナ。最悪でした。カントナのせいで先週のウィークエンドリーグの最初の4戦の成績2勝2敗でしたね。はい。まあ、カントナのせいっていう一概には言えないんですけど、まあ、その俺結局操作してるの俺なんで俺のせいなんですけど。まあね、合わなかったっす、自分は。そんなにまず足が速くないです。この長い環境においても足全然速く感じませんでした。全然ジダンの方が速かった。なんならノーマルクリスティアーノとかの方が速いっすね。個人的な体感。うん。多分、ベースの方がワンチャン強いんじゃないかなと思ってます、カントナに関しては。うん。ベースは長くならないんですけど、控えめにしかできないんですけど、ただまあ、ベース、カントナの方が多分強いのかな、個人的にはね、うん、思いますね。まあ、その、積極性から来る、その、なんだろう、こう、球際の強さだったりとか、まあ、フライスルーに対して並走した時の、こう、臭さ、競り合いに勝つ強さとかはあるんですけど、ただ、なんだろうな、全体的に見ると合わなかった。縦パス入れてからのこうスキルで剥がしてシュートみたいなのもなかなかやりづらいですし、その重い選手苦手って方は絶対買わない方がいいとは思います。俺の意見ね、これは。うん。試してみる価値はあると思うんですけど。重い選手苦手って方は、カントナベースにしといた方がいいと思います。もし試すなら。うん。ミドルはちょっとマジで、なかなか、ドリブルカリー選手が好きっていう人は合わないかなとは思いますね。逆にこうクロス結構上げたりとか、一人でかい前線の ST 欲しいっていう方は、めちゃくちゃ合うんじゃないかな。自分もそのタイプなんですけど、ただあまりにもカントナを入れてからの成績ガタ落ちしたんで、まぁ、ちょっと合ってないんかなーって総合的に見たら思って、すぐ売りましたね。5時間ぐらいかけてスナイプしたのに、使用試合数多分10試合もなかったんじゃないかな。あ、すいません。まぁ、そんな感じで、まぁ、カントナ、自分はちょっと合ってなかったんで、まあ、選手が悪いんじゃないですけど、俺のプレイスキルの下手さが出たんですけど、まあ自分は合ってなかったんで、個人的にはあんまりおすすめできないかなと思います。はい。で、次。まあ、ちなみにこれ5万以上の選手を紹介してます。はい。まあそうです。で、クロコレアに関してなんですけど、TOTW コレア。うん。スパサブで使用してたんですけど、まあ見ての通り9試合0ゴール1アシスト。あんまり活躍しないんですよね。で、スーパーサブしか試してないんで、これはもうほんとスタメンにしたら全然違ったりとか、ケミストリースタイルつけてあげれば全然違う可能性はあるんですけど、まあ、サブだけで使った体感、使用感で言うなら、あんま良くない。別に足もめっちゃ速いかって言われたら全然そんなことないし、うん。普通に裏抜けても追いつかれますね。はい。爆発的なのに爆発あんましないっすね。今爆発的な選手結構爆発し始めてると個人的には感じてるんですけど、コレアはあんまりサブだと爆発しなかった。うん、ハンターとかね、スタメンでケミさんで使ってあげればまた変わるかもしんないですけど、サブだとあんま爆発しなかったっすね。はい。で、まあ点もあんま取らんし、ポジショニングがあんま良くないのかなっていう、シュート精度のね、ポジショニング決定力高いんですけどね。サブで使った感じはそんなでしたね。あんま自分は合ってなかったのかな。スキルも4逆足4だし、まあスキル5をスタメンで使うならスキル5の選手優先した方が個人的にはいいのかなと思います。はいはい、という感じで、いかがでしたでしょうか。まあね、多分一般のユーザーの方よりは、自分たち大会出るんで、結構いろんな選手試してるとは思うんですけど、
あ、特にその高額のね。やっぱりフォワードになると結構好みとか出てきて、もう本当にカントナー合わなかったですし、クライフがあんなに合うとは思ってなかったですし、まあそんぐらい選手の起用って大事だと思うんで、まあぜひね参考になったなら幸いです。まあ買えないっていう方もね たくさんいるとは思うんですけど、まあ自分ならではのこう動画とかこれ出せるなと思ったんで、まあこういった選手、序盤にレビューとかしてない方も、できない方がほとんどだと思うので、まあ、やってみました。はい、そんな感じですね。で、まあ本当にね、スパサブのコレアとか、いろいろ試しましたけど、スパサブの前線はマジでイブラでいいです。はい。ベッカーとかよりもイブラがいいです。はい。この動画、撮影日がね、26日とかなんですけど、その次の日の DR 大魔神してる時に、イブラ発見しちゃったんで、まあ動画ね、そっち上がってるんで、まだね、見てない方はね、ぜひ、スパサブイブラの動画、スーパーサブ発見しましたみたいな動画あるんで、ぜひそっち見てみてください。はい。てな感じで、今回の動画以上になります。いかがでしたでしょうか？まだの方はぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。的な感じで、また次回の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。